CCC サンクルーザーブロディ、そして一足先に来日、再びミラクル野獣パワーコンビを組むスターダムさん、ご存知10万ドルチームであります。300番のクルーザーブロディ、世界一ブレットのレスラーブルーザーブロディ、297番のサンハンセン、ウエスタンラリアット全開 BWF ヘビー級チャンピオンスタンハンセン、235番の石川隆史、粘りが心情です。アジアタッグチャンピオンチーム、まず石川、アシュラハラ、タフネスではブロディハンセンに劣りません。アシュラハラ、勝負の方は30分の一本勝負で行われます。さあミラクル野獣パワーコンビ再び実現でございます。10万ドルプレイヤーチーム、このリーグ戦は大本命はまず揺るがないところでありますが、果たしてジャイアント馬場、ドリーファンクジュニア組、鶴田天竜組、ガニア・ブランゼル組に対しまして全勝できるかどうか、それとも思わぬ落とし穴が待ち受けているかどうか、超ミラクル野獣パワーコンビ、思い出の京都に参上であります。さあ武井さん、はい、この PWF 認定の世界タッグ王座決定リーグ戦に出場してまいりました超ミラクルパワーコンビ、今夜は公式戦ではないんですけれども、優勝の大本命、これは揺るがないところですね。まあ一応形の上では4社によるリーグ戦なんですけどもね、はい、やっぱり今の一つの流れを見てますとね、ハンセン・ブロディ組を誰が倒すかというのがですね、それやっぱりリーグ戦の大きなやっぱりポイントになってくるでしょうね。そういうことですね。この後今夜の第1戦の公式戦、ジャイアント馬場ドリーファンクジュニア組対、ジャンボ鶴田天竜組の一戦が行われます。その試合の時におきましても竹内さんには今後の試合展開なども細かくお伺いしたいと思います。さあ注目の男ブルーザーブロディが登場してまいりました。本当にこの様になるチームですね。もう非常にでもリングに上がっただけですね、その強さがもうひしと伝わってきますね、はい、去年の確か4月の9日のリング上リマッチの最終戦、堂々とこの、ジャンボ鶴田にウエスタンラリアットを仕留めまして、見事に1000万円の小切手を手にしたこのブルーザーブロディスタンハンセンチーム、まあ、思い出のこの京都でのリング上ということになります。アジアタッグ王者チームはまず石川が登場してまいりましたが、ちょっと相手になりません。果たしてどこまで胸を借りて挑むことができますか。再びブルーザーブロディ、そしてスタンハンセンが登場、バックからの攻撃、軽く持ち上げてアトミックドロップ。今夜はこの黄金の左腕、おなじみの黒い革の、すね当て、いや肘当てをしております。完全に左右の腕の故障は治りました。黄金の左右のウエスタンラリアット、おそらく今夜どちらかの選手に爆発させるでありましょう。さあブルーザーブロディとスタンハンセン、ここでチームプレーを見せました。2人がかりの2プラトンの攻撃、再びブルーザーブロディ右の肩に乗せました。さあそして石川隆史を思い切って投げ飛ばす強烈ボディスラム、すごいですね。相変わらずね、もうですね、もう背骨がどうにかなるんじゃないかというようなパワーありますね。そうですね、竹内さん、このブルーザーブロディですけれども、まあ1ヶ月間はアメリカを遠征して再び U ターンして日本にやってきたんですけれども、アメリカレスリングウォーの、まあ、最も注目を浴びた男なわけですが、ニューヨークのリング上に出場するとかいろいろと噂が流れましたが、日本に来てくれましたね。まあ、この1ヶ月間もですね、彼はやっぱりアメリカの主要テリトリーをフルに回ってましたからね、はい、でこの4月からはやっぱりニューヨーク入りという噂があったんですけどもね、はい、それをどうやら蹴飛ばしてやっぱり日本遠征にやっぱり来てくれましたね。本当ですね、まあ、全米あるいは世界中のマット界のビッグプロモーターから何とかして、テリトリーに来てくれというような要望が一番多い男だそうですね。やはりですね、彼をやっぱり獲得することがですね、即やっぱりマットの繁栄につながるわけですからね、はい、そういう面ではやっぱりプロモーターとしては何が何でも欲しい選手でしょうね。そうですね。さあブルーザーブロディからこれまた注目の男スタンハンセンにタッチが行われました。豪快な右からのエルボードロップを落としました。そして2位スタンプを打ち付ける、まさに前回スタンハンセン、竹内さん、あの 3.24 でジャイアントバムに打ちまくられたあの弱々しさが完全に消えましたね。しかし恐るべき回復力ですね、本当ですね。あっという間2歳中間のうちにこのような状態になります。スタンハンセンの恐るべき肉体、再びハンセンからブロディにタッチ、今度はアシュラ・ハラが
今度はブルーザーブロディの胸を借りる番ですが、アシュラハナも一生懸命頑張ってますけれども、4月11日の大分での、天竜への UA の挑戦、非常にいい試合を見せたようですね。あれはですね、久々に花がやっぱりレスラーとして意地を見せましたね。はい、これを観戦したジャイアント馬場がこのアシュラハナ対天竜のユナイテッドナショナルヘビー級の選手権を東京の後楽園ホールで再現させようという、気持ちがあったようですが、まあ、これは天竜花川からもですね、当然再戦要求があったわけですけどね、やっぱりああいう形でやっぱスキーしないですからね、はい、これやっぱり何が何でももう一度はっきり決着がつけてほしいですね。後楽園ホール大会で実現ですね。そういうことですね。はい、今後のユナイテッドナショナルヘビー級の選手権の動き、大いに注目しなくてはなりません。さあ、ミラクル野獣パワーコンビの猛烈果敢な攻撃に、やられています、そのアシュラハナであります。ここで登場はスタンハンセンです。今後、竹内さん、左右のウエスタンラリアットが全開したスタンハンセン、このもうどこにも弱さが見られないスタンハンセン、そして強烈な野獣パワーのブルーザーブロディ、このミラクル野獣パワーコンビの PWF 認定の世界タッグ王座決定リーグ戦、もうどうでしょう、ほぼベルトを手中にしたというふうに見ていいでしょうか。まあ、これはですね、昨年の春と暮れの2大タッグの結果を見ても分かる通りですね、今やこのチームにちょっと勝てる相手のチームはまず見当たりませんね。あ、そうですね。さあ、スタンハンセンがアシュラハナを突き飛ばして、今度はブルーザーブロディ、ここにタッチをいたしました。試合の流れはブルーザーブロディと石川隆であります。さあ、ブルーザーブロディに石川がドロップキックを打ちますが倒れません。もちろん野獣パワーキングコング、ブルーザーブロディ倒れません。今度は対角線上思い切って突進いたしますが、ブルーザーブロディの右足強烈に石川隆の顎の先端を捉えた。さあ、果敢にボディスラムを打ちまくる、一歩下がった、怖いぞ怖いぞ、すごいキングコングレッグドロップ、キングコングレッグドロップを見回って軽く抑え込みに行きますが、アシュラハナ間に合いました。そのアシュラハナにはスタンハンセンが立ち向かう。試合の権利のあるのはウエスタンラリアット、いった、スタンハンセンの左のウエスタンラリアット火を吹きました。さあ、そして勝負ここを始末をつけるのはどうやらキングコングニードロップ、ブルーザーブロディ、カウント3、あっという間の勝利、ブルーザーブロディのキングコングニードロップ、完璧に石川隆の喉元を捉えました。その前にはスタンハンセンが黄金の左のウエスタンラリアットをアシュラハナに爆発させまして場外に送り出しました。完璧な連携ですね。まあ、どこからですね、原石川組はいいところを見せてくれるんじゃないかという期待もあったんですけどもね、あまりにもやっぱり強烈すぎますね相手が。そうですね、ブルーザーブロディスタンハンセンチーム、わずか5分18秒でアシュラハナ石川隆組を一周いたしましたが、公式戦の今後のスケジュールですけれども、来週の放送でブルーザーブロディスタンハンセンチームはジャイアント馬場ドリーファンクジュニア組と1回戦であります。公式戦でどういう得点経過を見せますか。ブルーザーブロディスタンハンセン、恐るべき強さを見せました。ないところ、あっという間に先ほど5分18秒の試合で石川原をやっつけました。超ミラクル野獣パワーコンビ登場、世界のマット界から選び抜かれました4チームがリング上に勢ぞろい。リング上では立ち会い人のハワイからやってまいりました PWF ロードブレアス会長が大会宣言を述べるものと思われます。果たしてこの世界のマット界から選び抜かれた4チームの中から PWF 認定の世界王座チャンピオンチームが選び抜かれます。果たしてどのチームでしょうか。ありがとうございます。This is tonight's proclamation. The World Tag Team Championship elimination will begin here in Kyoto, Japan. And four of the top tag team combinations in the world will wrestle until April 25th in Yokohama, Japan. The winning team will be declared World Tag Team Champions, recognized by the NWA, the AWA, and the Pacific Wrestling Federation.April 13, 1984, signed by the President, Lord James Blair Domo, Arigato Gozaimasu. 立ち会い人のロード・ブレアス PWF 会長によりまして、大会宣言が今京都のお客様に告げられました。そしてこれがニューチャンピオンベルト、 PWF 認定の世界タッグ王者チームに贈られるチャンピオンベルト、もちろん2本あります。新しいチャンピオンベルトが紹介されました。このタイトルは世界のプロレス、2大組織 NWA、AWA が認可したベルトでございますが、さあ、まずスタンハンセン、ブルーザーブロディチームがジャンボ鶴田、それからジャイアント馬場あたりをめがけまして突進いたしました。すでにニューチャンピオンベルトがスタンハンセンの手に渡っておりますが、このニューチャンピオンベルトでジャイアント馬場をぐるぐる巻き、そしてブルーザーブロディは
ドリーファンクジュニア、ドリーファンクジュニアをめった打ち、さあもう公式戦が始まっているような感じがいたしますが、今夜の公式戦はこのセレモニーの後指定の対決、ジャイアント馬場ドリーファンクジュニア組対ジャンボ鶴田天竜組の対決、公式戦が行われますが、さあ何しろ大本命視されておりますスタンハンセンブルーザーブロディチーム、もう世界各国のチームから狙われております。武井さん、はい、やはりこの大物チームは目標にされてますね。あるいはですね、AWA チームとは連携を組むんじゃないかと思ったんですけどもね、はい、今日の陸上で完全にもうこれは分断されてますね。そうですね、ジム・ブランデルとグレッグ・ガニアも、正式にこの PWF 認定の世界タッグ王座決定リーグ戦に参加いたしますが、 AWA のダークホース的なガニアとジム・ブランデルがスタンハンセン、ブルーザ・ブロディに挑んでますね。挑んでますね、はい、そしてセレモニーの流れは今度はリング上、ジャイアント・ババがブルーザ・ブロディの16番を打とうとしています。これをかわしました。そしてジャイアント・ババの視線はスタンハンセンに合わされました。さあ超ミラクルパワーコンビ、今夜は公式戦ではありません、5分足らずの試合で芦原石川を葬りました。この大本命視されておりますスタンハンセンブルーザーブロディチームを軸にいたしまして、今後2週間横浜大会まで、この PWF 認定の世界タッグ王座決定リーグ戦、リーグ戦として始まります。総当たりリーグ戦、もちろん最多得点チームが優勝でありますが、果たしてどのチームに栄光のチャンピオンベルトが渡されますか。まず日本テレビから公式戦第1戦を迎えますドリーファンクジュニア、ジャイアント馬場、そしてジャンボ鶴田、天竜組に日本テレビからの豪華な花束が今贈られました。大いに荒れました大会セレモニー、いよいよ公式第1戦、両チームの紹介であります。本日のメインイベント、 PWF 認定世界タッグ王座決定リーグ戦1回戦、30分一本勝負を行います。赤コーナー250番の天竜源一郎、さあ世界チャンピオン現役チーム、まず UN ヘビー級チャンピオン天竜、250番のジャンボ鶴田、ご存知引き締まった表情をしております。 AWA 世界ヘビー級チャンピオンジャンボ鶴田、赤コーナー250番のドリーファンクジュニア、元 NLA 世界チャンピオンチーム、ドリー神話の完全復活なるかどうか、ドリーファンクジュニア、ジャイアントバーバー健在です。世界の巨峰ジャイアントババ、まず試合の始まります前にいろいろとルールがございますのでご説明したいと思いますが、各チーム2回戦の総当たりリーグ戦、勝ったチームに2点、ピンフォールリングアウト反則勝ち、すべて勝ったチームに2点、それから負けはもちろん0点、両チームリングアウトは0点、時間切れの引き分けの場合は両チーム1点、最多得点チームが優勝、同点チーム同士の優勝決定戦、これはまあ横浜大会で行われるんですけれども、そういった場合には、優勝決定戦もあり得ます。そして優勝チームには賞金1000万円が贈られます。さあ公式第1戦です。今試合が始まりました。30分の一本勝負、まず天竜が登場、元 NWA 世界チャンピオンチームは非常に落ち着いているドリーファンクジュニアが登場してまいりました。そしてこの大会ですけれども、優勝チームは今年中に現在の NWA 世界タッグチャンピオンチームと統一戦を行いまして、真の世界タッグ選手権保持者を名乗ることができます。もちろん NWA、AWA で認められましたこのリーグ戦でございます。さあ竹内さん、いよいよ注目のリーグ戦始まりましたね。開幕のこの指定の対決どうでしょう。まあ、これはですね、どっちのチームにとっても果たしてやりやすい相手であったかどうか、はい、これがやっぱり一つの大きなまず疑問ですね。そうですね、先ほどもご紹介したんですけれども、このリーグ戦で勝ったチームが PWF の世界タッグチャンピオンチームとして認められて、そしてジャイアント馬場選手の話では、今年中に現在の NWA 世界チャンピオンチーム、タッグの世界チャンピオンチームと、統一戦をやって、リアルワールドタッグ世界チャンピオンということになるわけですね。まあ、これまでですね、 NWA あるいは AWA にその世界タッグという名称のタイトルはあったんですけども、それを両方股にかけですね、なおかつ日本まで含んだ総合的なリアル最強あの世界タッグです ね、 そうですね、これが新設されるのは初めてのケースですね。そうですね、ということもありまして、新しいチャンピオンベルトもまあできました。先ほどご紹介いたしました、まあ、世界から選び抜かれた4チーム、本当にこの火花を散らしての激突予想されますね。この4チームですね、それぞれやっぱり実力とやっぱり肩書きを持っている人たちですからね、おそらく連日好ファイトになるでしょうね。そうですね、さあリング上試合を追ってまいりたいと思います。ドリーファンクジュニアから温帯ジャイアント馬場につながれました弟子に当たります天竜と勝負を迎えております。
サイドのヘッドロックで引きずり込んでおります。本体のジャイアントババ馬場選手から今度はドリーファンクジュニアにつながれました。ドリーファンクジュニアも竹内さん久々の日本のリング上ですけれども、もうかつて4年3ヶ月も NWA のシングルの世界王者として君臨しておりましたが、今後このジャイアント馬場と組んで今度はタッグの頂点を極めたいということを言ってますね。まあ、かつてですねテリーとのタッグでですねアメリカ版の要するにその世界タッグは取ったことありますけどね、はい、こういうやっぱり本当の意味のワールドな世界タッグっていうのは取ったことありませんからね。そうですね、それよりやっぱりシングルタッグの両性派をやっぱり何が何でも狙ってみたいところでしょうね。はい、ベテランのドリーファンクジュニアですけれども非常に体つきも引き締まっております。表情も静観そのものですけれども、このところのアメリカでの動きはどうですか竹内さん。まあ、この4ヶ月間ですね振り返ってみるとやっぱり実戦が半分あるいはそのトレーニングが半分というですね非常にやっぱり体調作りにはいいような形でですね、この今日の試合のあれに臨んでますね。ああそうですか。その超ベテランのドリーファンクジュニアであります。過去4年3ヶ月 NWA 世界チャンピオンとして君臨しておりました。この4年3ヶ月という長期王座は未だ誰も破っておりません。さあ AWA 世界チャンピオンのジャンボ鶴田ここで登場。過去5度防衛。今日の控室で竹内さん、ジャンボ鶴田の控室にドリーファンクジュニアがやってまいりまして AWA の世界ベルトをしげしげと見つめましてね、ジャンボよよくやったなというふうに褒めてましたね。まあ、ドリーもですね、まあ、そのチャンスはなかったんですけどもやっぱり一度は狙ってみたいこれタイトルだったと思うわけですね、はい、それやっぱり自分の眼差しであるジャンボが取った、これはやっぱり師匠として当然やっぱり嬉しいもんでしょうね。そうですね。そしてその後ジャンボ鶴田はこれまたしんみりと語っておりましたけれども、俺の師匠のドリーファンクジュニアは4年3ヶ月も NWA 世界最高峰のベルトを守った、俺はまだ50日足らずだけれどもなんとか長期王座政権を守り通したいということを言ってますね。やっぱりチャンピオンの格というのはですね、はい、やっぱり防衛戦も大事ですし、やっぱりその期間というものも相当大きなウエイトを占めてきますからね、はい、さあこれまた日米を分けました指定の対決。さあ本当に華麗なる流れを作っています。逆さを抑え込みドリーファンクジュニア、さすがにベテラン、もう本当に弟子筋に当たります。もうジャンボ鶴田の性格、それから動き、テクニックもちろんのこと、もう全てを知り抜いているドリーファンクジュニア。この竹内さん、プロレスの対戦で相手の全てを知っている対決というのは、まあ、時々ありますけれども、やりやすいんでしょうかやりにくいんでしょうか、どっちでしょうね。これはですね、もちろんドリーにとっては十分やりやすいはずですけどもね、はは、逆にジャンボにとってはですね、これ以上やっぱりやりにくい相手はないですね。あ、なるほどね。やっぱりその師匠の裏をかくというのはですね、やっぱり並大抵のことではないですからね。そうですね。まあ、この両チームの激突、指定の対決は昨年の世界最強タッグ決定リーグ戦、竹内さん確か北国札幌で激突しましたね。中盤の札幌でしたね。そうでしたね。その時にはまあ公式戦45分の一本勝負で時間切れの引き分けだったんですけれども、鶴竜コンビがやや中盤から後半にかけまして押されましたね。そうですね、やはり近くもですか。でもただこの指定のコンビを相手にですね、はい、やっぱりマナズシチームがやっぱり時間切れ引き分けに持ち込んだという自信はですね、はい、やっぱり今のリングには相当大きな自信になってつながってるんでしょうね。なるほどね。さあドリーファンクジュニアが世界チャンピオンのジャンボ鶴田に2位クラッシャーを見せて、ここで音体ジャイアント馬場につなぎます。これはもうジャンボ鶴田の足殺し、もうこういう展開は目に見えております。この後ジャイアント馬場がスピニングトーホールドに出ていくのか、まず足折りに行きました。さあ日本の指定の対決、やはり鶴田としては遠慮がちになるのは竹内さん心情としてやむを得ませんか。それとですね、やっぱりそのドリー馬場どちらにターゲットを絞るかということを考えた場合ですね、はい、なかなかやっぱりそのターゲットに絞りようがないわけですよね。ジャイアント馬場に控え室で聞いてみたんですけれども、弟子筋の2人との対決どうですかと言いましたら、非常にまあ寡黙で答えてはくれなかったんですが、当然まあ気持ちを洞察いたしますとやりにくいというのはもう当たり前ですよね。それとですね、やっぱり去年の札幌大会でやっぱり叩けておいたものがですね、はい、やっぱり引き分けに持ち込まれたという一つの負い目ですね、はあはあ、これはやっぱり指定コンビにとってはですね、逆にちょっと大きな負い目になってくるでしょうね。あ、なるほどね。それからポツンと漏らした言葉にですね、竹内さん、ジャンボ鶴田は俺の実力をもう上回っている部分があるから怖いなということもポツンと言ってました。ですからこれまでのやっぱりその馬場鶴田対決といった場合ですね、はい、どうしてもやっぱり馬場選手が胸を貸すというやっぱり一つの流れが多かったんですね、でも今度はやっぱりもう五分の勝負になってきてるわけですよね。そうですね。さあ7メートル四方のリングをもう大きく使います。ドリーファンクジュニア、そしてジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田が AWA の世界のベルトを締めて初対決、アメリカの師匠ドリーファンクジュニア。
ドリーの気持ちとしてはリーグ戦には勝たなくてはならない。しかし弟子のジャンボ鶴田が世界の頂点を極めた。非常に複雑なものがあるでしょう。まあ、この辺りに心理的な動揺が働きますとね、やっぱり思わず逆に不覚を取る可能性があるわけですよね。そうですね。世界チャンピオンの鶴田から今度は天竜にタッチが行われました。天竜は竹内さん、大分大会でアシュラ花の挑戦を受けたんですけども、かなり苦戦したようですね。これはですね、やっぱり花の粘りにあってですね、思わぬ苦戦を強いてあげられましたね。はい、大分大会では天竜の新しい殺人技と言われております顔面砕き、フェイスバスターですね、はい、これを試運転でアシュラ原に、まあ、打ったようですけれども、それほどのダメージは与えられなかったというふうに聞いておりますが、そのフェイスバスターはですね、その、まあ、試合の直前にですね、そのジャイアント馬場選手から実践の受けた技だったわけですね。さあと今度はコーナーから、ジャイアント馬場が飛び出してまいりまして、全体重を天竜のお腹のあたりに乗せました。さあ今度はドリーファンクジュニアと天竜の対決になっております。どうでしょう、30分1本勝負が公式戦の公式タイムなわけですけれども、短期決戦に行くのか、それともじっくりじっくり攻めるのか。竹内さん、試合の流れを見ておりますと、どっかでチャンスを見出して一気に畳みかける流れなのか、それともフルタイム時間をじっくり見て時間を使って攻めていくのか、どう見ますか。まあ、これはですね、どっちのチームが攻める場合でもですね、やはりやっぱり速攻はやっぱり非常に難しいものがありますね。ですからやっぱり20分過ぎまでじっくり攻めた上でですね、やっぱり状況を判断するしかないですね。20分過ぎが勝負どころと見ますか。そうですね。そうですか。さあ UN ヘビー級チャンピオンの天竜から今度は世界チャンピオンのジャンボ鶴田にタッチが行われました。ジャンボ鶴田とドリーファンクジュニアの一騎打ちというふうになっております。果敢に攻めまくります世界チャンピオンのジャンボ鶴田、まあ、世界チャンピオンゆえに非常に過酷でハードなスケジュールが待っておりますが、ジャンボ鶴田、この京都大会が終わりますと名古屋大会で先ほどものすごいニードロップを見舞いました。ブルーザーブロディの挑戦を受けるインターナショナルヘビー級の選手権が待ってますね。まあ、ジャンボにとってはですね、このインターの獅子ということもやっぱ大事な使命ですからね、はい、これもやっぱり浮かすにはできませんね。そうですね。そのブルーザーブロディですけれども、先ほどの試合はわずか5分で勝負が終わってしまいましたので、いろいろな情報をお伝えすることはできなかったんですが、竹内さん、はい、ブルーザーブロディはテキサスサンアントニオ、セントルイス、それからカンサスティ、プエルトリコ、こういったまあ大きな NWA のサーキット地を回って、日本にやってきたわけですけれども、このシリーズ終了の後はひとまずプエルトリコのサンファンに帰って、その後注目すべき発言があったんですが、 AWA ゾーンに入るという情報がありますね。まあ、この狙いは何かということを考えますとね、はい、一つにやっぱりジャンボが持っている AWA のタイトル、これをやっぱり今の一つのアメリカのマット界の中ですね、自分しかやっぱり取れるものがないという一つの判断をしたのかもしれませんね。ああそうですか。かつてあのキングコングブルーザーブロディが AWA ゾーンへ入ったことはあるんですか。これは過去に一度もありませんね。ああなるほど。それだけにやっぱりこれが実現すれば非常にやっぱり注目すべきことですね。なるほどね。ということはブルーザーブロディの頭の中には相当このジャンボ鶴田が AWA の世界チャンピオンになったという事実、これをかなり頭の中に叩き込んでるんですね。しかもジャンボでそのインターも奪われてるわけですからね、はい、そういう面でやっぱりブロディにとって何が何でもやっぱりジャンボは憎い相手なわけですね。なるほどね。まあ、今後の流れどういう風になるか分かりませんけれども、ジャンボ鶴田が日本でグレッグ・ガニアの挑戦を、来週の放送でお送りいたしますが、郡山で退けてその後の展開、日本で防衛の暁には再びアメリカに遠征するという話も出ております。ということは AWA ゾーンでブルーザーブロディとの出会いもあり得ますね。ですからジャンボの AWA 入りを待ってですね、ブロディが着々と実績を積み重ねるということも十分に考えられますね。そうですね。果たして今後のこのブルーザーブロディとジャンボ鶴田のこの両者の動き、大いに注目していきましょう。海外情報もふんだんに、まあ、克明にお伝えしてまいりたいと思います。ジャンボ鶴田そしてジャイアント馬場指定の対決、今エプロンに立っておりました天竜に思い切ってチョップを見せましたけれども、これがすごい当たりを見せましたね。完全に天竜は不意打ちのチョップを食いましたね。驚きましたね。さあそしてジャイアント馬場から今度はドリーファンクジュニアへのつなぎであります、エルボースタッブを打ちまくる得意の鋭角的なエルボーを見舞います。ドリーファンクジュニア、もう何度も何度もこの姿勢、元世界チャンピオンドリーファンクジュニアのエルボーの打ち方、本当に素晴らしいですね。もうすごい的確にですね、相手の胸をヒットさせてますね。本当ですね。そして一瞬の隙をついての回転エビ固めローリングクラッチホールド、そして今度は世界チャンピオンジャンボ鶴田の
左の腕を固めに行きました。あっという間に勝負は10分経過、勝負どころの20分まであと9分ぐらいあります。この10分から20分への流れですけれども、どちらが攻勢に転じてまいりますか。ここまでの指定の対決の流れ、竹内さんどう見ますか。これはですね、本来でしたらやっぱりその鶴竜コンビがですね、はい、攻めて攻めて攻めまくった10分でなきゃまずいわけですね、しかし今のところ逆にですね、やっぱり指定コンビに完全に攻められてますね。ああそうですか。さあ両選手の今後の、まあ、公式戦のスケジュールですけれども、この優勝候補の一角にあります鶴竜コンビ、鶴田天竜でありますけれども、来週の放送の郡山大会では今ご覧のジャイアント馬場、ドリーファンクジュニア組がスタンハンセン、ブルーザーブロディと1回戦で激突、そしてジャイアント馬場、ドリーファンクジュニア組は最終の横浜大会、もちろん放送でもお送りしますけれども、ハンセン、ブロディと、最終2回戦で激突でございます。それからジャンボ鶴田天竜の公式戦、再来週の大阪大会でブルーザーブロディ、ハンセンと2回戦、優勝戦の横浜大会は、ジム・ブランゼル、グレッグ・ガニアと2回戦、こういう、公式戦でございます。まあ、その間ジャンボ鶴田は名古屋でブロディとインターヘビー級の防衛戦、それから来週の放送郡山でグレッグ・ガニアと AWA の世界防衛戦、そして防衛戦の暁には大宮大会でジム・ブラゼルと防衛戦、こういうスケジュール。この公式戦の今後の竹内さん展開ですけどね、はい、まずババドリーファンクジュニア組ですが、来週放送の郡山、ハンセン、ブロディの一騎打ち、どう洞察しますか。まあ、これは去年の暮れの大会の時ですね、はい、名古屋で一応リングアウト勝ちを収めてましたね、それだけにですね、それだけにやっぱり一つの大きなチャンスはありそうな気がするんですけどもね、ただやっぱり今日のハンセン、ブロディ見てますとね、やっぱりかなりまた強くなってますからね。はは、去年の世界最強タッグ決定リーグ戦で唯一このハンセン、ブロディに黒星をつけたのがジャイアントババドリーファンクジュニア組でしたね。まあ、その自信がですね、今度の大会にもつながるといいんですけどもね、はい、さあ試合の流れです。天竜がトップロープからエルボーを落としてまいりました。しかしベテランのドリーファンクジュニアすかさず自分のペースを取ります。潜り込んで足を取っての首固めスモールパッケージホールド、しかしこのスモールパッケージホールドを逆に返します。ドリーファンクジュニア、この一瞬の隙が危ない。さあ円錐切りに出ていきました。天竜が円錐切りに出ていきました。満を持するかのように円錐切り、そして場外にドリーファンクジュニアを送り出しました。ここから試合の流れを変えようとする天竜。天竜が試合の流れを変えるか。ジャンボスが1分ずつ一度上がりましたが、またエプロンに降りました。そしてすかさずパートナーのジャイアントババがドリファンクジュニアをかばうようにリングの外。さあ再びドリファンクジュニアと天竜の対決であります。今の円錐切りからどうでしょう。ジャンボ鶴田天竜チームの流れになりつつありますね。しかし今の円錐切りはですね、ちょっとやっぱり浅かったような気がしますね。浅いですか。はい、今度は首を持ちました。さあどうでしょうか。ブレンバスターか、ブレンバスターか、どうだどうだ。この体勢からいわゆる天竜は天竜稲妻落とし、フロントネックチャンスリードロップという体勢にも持っていけます。それから新兵器になりました、フェイスバスターですね、はい、この辺りもこれはジャイアント5番に習ったわけでしょ。そういうことですね。師匠に恩返ししたいところですね。これは一番やっぱり師匠に決めてみたいところですよね、ドリーファンクジュニアと天竜の攻防であります。天竜も大いに成長いたしました。ドリーファンクジュニアとの戦い、天竜はユナイテッドナショナルヘビー級のベルトを取ってからもちろん初めての対決であります。ベルトを取った男天竜、さあジャイアント馬場を挟み撃ちにします。挟み撃ちにします。弟子コンビ、さあ2プラトンの攻撃、天竜鶴田鶴竜コンビ、ジャイアント馬場の厚い胸の板に2人のチョップが炸裂。さあ鶴田が踏みつけます、踏みつけます。遠慮会釈なくいきますね。今夜はやっぱりここまで試合展開になってきたらですね、もうあとはガンガン攻めまくることですね。そうですね。勝負はすでに15分が経過しております。攻めまくる世界チャンピオンのジャンボ鶴田、さあ一気に一気に流れを自分のものに変えられるかどうか。おっと今度はコブラツイスト、ツイストツイスト、コブラツイストに入りました。相手の腰を折ります、相手の腰を折ります。そして今度は流れによってはオクトバスにも行けますが、ここで天竜にタッチ、天竜にタッチ、ジャイアントババを、師匠のジャイアントババを完全に痛めつけようとする鶴竜コンビ、弟子の天竜、そしてジャンボ鶴田、あっと腰に乗せて思い切って天竜を反対に投げ返す。さあ後ろに死角がありました。ジャイアントババに円錐切り、
円錐切り、天竜の円錐切りが爆発。ジャイアント馬場がもうかろうじて左の足を伸ばしました。まだ効いているようです。ジャイアント馬場の表情ですが、円錐切りがかなり効いているようです。どうやら今夜の指定の対決ですけれども、天竜が大いに頑張って突破口を開こうとしておりますのは天竜のようですね。天竜ですね、竹内さん、この鶴竜コンビ、正直言いましてこの PWF 認定の世界タッグ王座ベルトを勝ち得るかどうか、どうでしょう。あ、これはですね、やっぱり当然やっぱりハンセン・ブロディ組にいかにやっぱり食い入るか、はい、あるいはこの指定を相手にですね、どこまでやっぱり食い込むかにかかってくると思うんですけどね。そうですね、まだまだ今日の流れ見てますとね、もう一歩やっぱり突っ込みが足りませんね。まあ、最多得点チームにこの栄光のベルトが与えられるわけで、一戦一戦もちろん大事ということは、今日の開幕戦どうしても鶴竜コンビは2点欲しいですね。当然これ2点狙いたいところですね、さあジャイアント馬場の16本が弟子の天竜を捉えた。すごい勢い、弟子の天竜の喉元を捉えました。ジャイアント馬場であります。これまた弟子に対しまして遠慮会釈なくいきます。今度はココナッツクラッシュ、ヤシノミアリ、このヤシノミアリの洗礼を受けるのは天竜としては初めてではないでしょうか。さあ相手を翻弄する師匠ジャイアント馬場、大試合には出してきますね。竹内さん、ここ一番のガゼン光ってくる技ですね、はい、本当ですね。まさにこの 3.24 蔵前決戦でスターハンセンにも猛烈果敢に見せました左封じ作戦、これで完全にジャイアント馬場生き返りました。さあ天竜チョップ、天竜チョップ、ドリファンクジュニアを対決戦場に思い切って投げ飛ばして、さあ思い切ってエルボー打つ、エルボー打ちます、エルボー打ちます。ここでいい体勢で世界チャンピオンジャンボ鶴田にタッチ、世界チャンピオンジャンボ鶴田にタッチをしておいてゆっくりと渡します。まずドリファンクジュニアにエルボーで先例、これはドリーファンクジュニアから習った技は、バックドロップで切り返された、バックドロップで切り返されました。ドリーファンクジュニア AWA 世界チャンピオン、弟子のジャンボ鶴田、見事に師匠ドリーファンクジュニアがバックドロップを打ちました。これが見事に成功。さあそして2本の足を取ります。さあ逆エビの体勢にもつれ込もうというドリーファンクジュニアであります。4ヶ月ぶりの来日ですけれども、竹内さん、ドリー全く衰えを知りませんね。ますますなんか強くなってきてる感じがしますね。そうですね、この表情、それから最強タッグの場合には、まあ、弟テリーファンクが涙の引退をしたということもありまして、いやいや寂しさは隠しきれなかったんですけれども、見事にカムバックでしたね。どうやら吹っ切れたようですね。吹っ切れたようですね。元世界チャンピオンのドリーファンクジュニア、さあいいコンディションで日本にやってまいりました。ダブルアームスープレックス、世界チャンピオン鶴田を翻弄する超ベテランドリーファンクジュニア、流れはベテランチームのようですね。さっきまでですね、天竜鶴田非常にいい形で押してたんですけどね、さっきのやっぱりバックドロップでまた流れが変わってしまいましたね、再びエルボーを打ちます。今度はカウンターになりました。ドリーファンクジュニアも本当にいぶし銀のエルボーを打ちます。あっという間に勝負は20分が経過、あと10分の勝負です。昨年の世界最強タッグ決定リーグ戦は45分フルタイム両チーム戦いましたが、中盤の25分あたりから天竜、それからジャンボ鶴田のいわゆるつなぎが乱れてまいりまして、後半は一方的に馬場ドリーファンクジュニア組が優勢に試合を進めておりました。さあ竹内さん、勝負どころの20分ですよ。しかしですね、やっぱりこの20分はですね、天竜鶴田君としては何が何でもやっぱ押し気味でやっぱりあの20分を迎えたかったですね、はい、そうですね。大事なのはこの10分の対決ということになりますけれども、今後のこの公式戦の展開を占う意味でも主導権を握りたいのは鶴竜コンビですよね。当然そういうことになりますね、さあ振り向きざま、ショルダータックル、ちょっと額の当たりを打たれました。そしてドリーファンクジュニアも額を打っております。ダブルナックダウンになりました両チーム。果たして PWF 認定の世界タッグ王座決定リーグ戦開幕戦指定の対決になりました。お互いにもちろんやりにくい相手同士の対決ですが、得点2点をもぎ取るのはどのチームでしょうか。時間切れの引き分けになりますと、この大会ルールによりましてそのチーム各々のチームに1点ずつが与えられます。いずれにしましても世界のマット界4強が出てまいりました。この PWF 認定の世界タッグ王座決定リーグ戦、高さを抑え込みドリーファンクジュニア返します。世界チャンピオンジャンボ鶴田、
どうでしょうか、竹内さん、ここまでの流れ、まだまだ鶴竜コンビの完全ペースとは言えませんね。それとですね、一応4社のその今の疲労の度合いを見てますとね、やっぱり指定コンビが狙うなら天竜、逆に鶴竜コンビが狙うならドリということになるんですよね。これが噂の新兵器ですか。いや、これはパイルドライバーです。パイルドライバーですか。これが顔面をキャンバスに打ち当てますとペースバスターになるんですね。そうです、新兵器を見せるかと思いました。天竜いい流れにもつれ込んでおります。再び今度は左のエルボーを打ちまくる。さあ正面を向かせた、正面を向かせました。思い切ってドリファングジュニアのアスイムナイトをエルボーで打ちまくります。天竜です。フェースバスターを見せるかと思いましたが、ドリファングジュニア受けません。さあこの辺りややスタミナをロスしてまいりましたか。しかし蘇ります。ドリファングジュニアの恐るべくスタミナ、やや唇を切りました。今後の試合展開どうでしょう。いやすごい回復力、相当アメリカで竹内さんトレーニングを積んでますね。それとかなりやっぱ荒っぽい面も見せ始めましたね。そうですね。さあ天竜がタジタジ押され気味であります。あっという間に攻守ところを変えました。さあ後ろに回ってこの流れを作ります。さあ流れを作って得意のスピニングトーホールドか。馬場に手を差し伸べる。さあ馬場とドリファンクジュニア、スープラトン元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンチーム、さあ大きくのしかかる。髪の毛をつかんだ馬場が、さあ健在世界の巨峰、2パットを水蔵のあたりに見舞う。天竜が起き上がった。天竜チョップ、馬場をエルボーカウンター、カウンターで捉えた。そのまま覆いかぶさった。しかしまだまだ完全に鶴竜コンビのペースではありません。今夜の対決は遠慮はありません。思い切りやっております。スープラトンアトミックドロップ、ここから流れを変えるか。世界チャンピオンがオンタイジャイアント馬場にのしかかりました。鶴竜コンビの今後の流れはどう作ったらいいですか、竹内さん。これはもうそろそろですね、ドリーか馬場かどっちかにやっぱり攻撃を絞るしかないですね。はい、しかしまあそこが頭のいいインサイドワークを出しますドリーとジャイアント馬場、自分が疲れたかなと思ったら的確にタッチを行いますね。ですから相手はなかなかやっぱり攻めるポイントがないわけですよね、はい。世界チャンピオン鶴田がジャンピング2パットを打って、今度はブレンバスター豪快、ブレンバスターでジャイアント馬場を切って取りました。これは効いたぞ。これで勝負が決まったか。カウント 2.5 以上いきました。馬場が苦しくなりました。馬場の表情、これは完全に苦しい表情だ。これでやっと鶴竜コンビのペースか。思い切って叩きつける。天竜がエルボーを打ち落とす。ここからペースが変わります。完全に鶴田天竜のペース。さあ一気に行きます。サソリ固めかねじ上げる。サソリ固めでねじ上げる。これまた新しい技を出しました天竜。サソリ固めのパターンでありますが、ねじ曲げる。黄金の左右のジャイアント馬場の16本の左足、そして長い右足を X 字に固めました。これは驚きましたね、竹内さん。新しい足殺しですね。そうですね。しかし余っている右足で蹴り返す。あっという間に勝負は25分、あと公式タイムは5分しかありません。さあ両者2点を争う得点試合であります。リーグ戦最多得点チームが優勝の PW 認定の世界タッグ王座のニューベルトを締めることになります。大事な開幕第1戦指定の対決。あっとドリーファンクジュニアが出てまいりました。ドリーが出てまいりました。さあおっとジャンプ1番、おっとこれが足が絡みます。そして足を殺しに行きました。さあ足を殺しに行きます。ドリーファンクジュニア世界チャンピオンの右の足を攻めます。そして得意のスピニングトーホールド流れ入れに入ってない。円錐切りでコーフォロー、天竜のコーフォローが目立ちます。2人の連携いいですね。鶴竜は長い連携になってきました ね。鶴竜コンビ、おっと足4の字、一瞬の隙を突いてジャンボ鶴田が足4の字固め。あと勝負は5分ありません。さあこの最後の時間でこのフィギュア4レッグロックでギブアップを取って得点2点をもぎ取るか。足4の字固め、鶴田の足4の字どうですか、竹内さん。なんとかフックは申し分ありませんね、ただ位置がですねちょっとロープに近いんですよね、はい、もうちょっとリング中は。しかしドリファンクジュニアは左右の手を伸ばす位置ではありません。このままグイ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 鶴田側としては攻めたいところですね。し
かし馬場が分断いたしました。ジャイアント馬場が分断、そして再び天竜に渡しますが、天竜も同じ技で攻めるか、腰を取りに行きます、腰を砕きに行きます。さあボストンスラムの体勢で力いっぱい攻めつける天竜の腰は相撲時代大いに鍛えました。全日本プロレスのレスラーの中でも一番強い腰、強靭な腰のバネを持っております。これで締め付けます、これで締め付けます、締め付けます。さあ手元の時計では公式タイムあと3分になりました、3分になりましたが、ここで体勢が入れ替わります。本当に目まぐるしい展開になりましたが、さあ残り3分で竹内さん勝負がつくかどうかね。これはもう大技を一発打つしかないですね、はい、今夜の開幕戦得点争い2点を取った方が当然、まあ開幕第1戦ですのでトップに立つことはできますけれども、両者ともに得点が欲しい。ドロップキックは失敗、さすがにアメリカの主将ドリーファンクジュニアタイミングを知っております。世界チャンピオンのドロップキックのタイミングをよく見極めておりました。ドリーがブレンバスターだ、怖いぞ、ドリーファンクジュニアのブレンバスター決まりました。そのまま覆いかぶさるカバーの体勢、世界チャンピオンの鶴田もタジタジであります。ドリーファンクジュニア健在、まさに完全復活であります。ドリーファンクジュニア、そして今度はエルボードロップ、これは失敗。鶴田が今度はタイミングよく体をねじ曲げました。おフロントスープレックス、フロントスープレックスジャンボ鶴田、ドリーを投げ飛ばした。さあここで勝負がつくか、勝負はあと2分、唇から一筋の血、ドリーファンクジュニア、ドリーも必死、世界チャンピオンのジャンボ鶴田もなんとか得点2点をもぎ取りたい、待っている、タイミングを失った。完全にこのいわゆる時間差でタイミングを外してますね。外してますね。これがやっぱりジュニーの噂ですね。そうですね。ここで本体のジャイアントババ登場。とどめは16本か、16本。世界チャンピオンに16本打った。ジャンボ鶴田が逃げました。場外に逃げました。これは完全に恐るべき16本の恐怖によりまして、リングの外に一旦はエスケープしました。しかしジャンボ鶴田入ってまいります。さあ。師匠のジャイアント馬場をものすごい眼光でにらみつけるジャンボ鶴田、まさに指定の対決。さあコーナーに連れ込んだ、コーナーに連れてまいりました。赤いマット上、赤い三角上が鶴竜コンビのリング上であります。さあ勝負の時間はあと1分。さあフェースバスター新兵器、フェースバスターいきません。パイルドライバーですね、ジャンピングパイルドライバーです。この顔面砕きを師匠の馬場から習いました。天竜でありますが師匠馬場には効き目がありません。さあツープラトンの世界チャンピオンチーム、元世界チャンピオンチームツープラトンで攻める、足を追って抑え込む、勝負の方はあと30秒だ、勝負はあと30秒だ。さあどうだ、天竜とドリーファンクジュニア、ブレンバスター合戦。天竜がブレンバスターでドリーファンクジュニア後ろに投げ返す。さあもう一回、あスモールパンケージ、足を取られた、こういう技が怖い、大丈夫です、勝負はあと10秒。さああと7秒、ドリーとジャンボ鶴田、ここで勝負がつくか。もう5秒を切りました、2秒、あと残り時間はほとんどなくなりました。今ゴーング30分フルタイム戦った。ジャンピングニーパットはこれは公式タイムが終わった後、30分フルタイム戦いました。公式第1戦どうやらご覧の通り時間切れの引き分け、両チーム本当によく戦いました。従いまして公式試合ルールにのっとりまして、それぞれ各チームに1点ずつが送られます。いかがでしたか、簡単にこの試合を振り返ってください。ババドリー組のですね、やっぱりキャリアのうまさが光った一戦でしたですね。そうですか、ジャンボ鶴田天竜も今後の流れ、まあ、ハンセン、ブロディとも戦わなくてはなりません。両チームともに今夜は各1点ずつで開幕戦第1戦を終わったところであります。さあ来週でありますけれども、郡山市総合体育館は BWF 世界タッグ王座決定リーグ戦公式戦、ババドリーファンクジュニア組はスタンハンセン、ブルーザーブロディと1回戦、そして AWA 世界ヘビー級の選手権もあります。ジャンボ鶴田はグレスガニアの挑戦を受けます。来週の郡山もどうぞご期待いただきたいと思います。今夜は京都からこの辺でお別れいたします。竹内さんどうもありがとうございました。全国のプロレスファンの皆様ごきげんよう、さようなら。84年グランドチャンピオンカーニバル4月16日後楽園では、ハンセン・ブロディがガニア・ブランゼルと対決、天竜は UN 防衛戦、19日郡山はババドリー対ハンセン・ブロディ、鶴田の AWA 世界戦、
24日大阪では鶴田天竜がハンセンブロディと2回戦、25日横浜で PWF 世界タッグ優勝戦、そして26日大宮が最終戦です。来週は郡山決戦よりババドリー対ハンセンブロディの公式戦と鶴田対グレッグガニアの AWA 世界戦を中心にお送りします。